髭ク,クジラ目髭クジラ目に属する髭クジラの一種。段階性のクジラで北緯40度と南緯40度の間の水温摂氏20度以上の海に広く分布する。中には海遊せずに同じ海に定住している個体も存在する。日本においては高知県沖のとサワンに定住する個体が存在する。人間との比較はしクジラの近年種であるが、 フンの上面の左右両側に、噴端から、尾行付近にかけて各一条の隆起線があること、ウネが長く先端がへそに達していること、クジラヒゲが短くて、幅が広いこと、ヒゲゲが太いことなどで、外形的に区別される。体長もイワシクジラよりやや小さく、最大15.5メートルぐらいである。ニタリクジラはかつて、南アフリカ沿岸にだけ生息するとされていたが、 第二次世界大戦後、小笠原諸島周辺で発見され、北、太平洋にも広く分布することが判明した。国際捕鯨委員会は1970年に、捕鯨条約の不評を修正して、本種とイワシクジラを別種として扱うこととした。南アフリカ沿岸では沿岸型と沿洋型の二つの型があり、外形的にも、生態的にも、若干の差が認められている。 本種が主食とする小魚はカツオなどの大型海遊魚の餌であり、本種のいる海域には大型海遊魚の群れがいる可能性も高くなる。また、カツオにはクジラにつくことでカジキから身を守るメリットがあり、本種や近縁のカツオクジラは一個体で一つの小さな生態系を形作る。こういった点から水産庁の加藤秀弘に共生関係が指摘されている。 なお、これらの群れは、クジラ付きと呼ばれ、漁業の際には本種を探すこともある。2019年7月の日本の商業捕鯨再開に、祭し、本種は、捕獲対象となり、水産庁は年間捕獲枠を187頭と、設定している。他にミンククジラ、イワシクジラも、捕獲対象となっているが、頭数、クジラ体の大きさ、得られる肉の量から、 当面日本で流通する芸肉は、似たりクジラ肉が中心となる。東部の特徴的な稜線もともとワしクジラと混同されていたため、分類されるまではイワシクジラとして捕鯨されていた。日本において、前述のカツオと群れる習性からカツオクジラとも呼ばれ、その別名がついている。新種のヒゲクジラ、ツノシマクジラも、 沿岸型ニタリクジラと似ており、それまでは混同されていたと見られている。他に、角島クジラと共に従来ニタリクジラの東、シナ海系群とされていたクジラも、カツオクジラバラエのプテラエデにもニタリクジラから分類する意見もある。角島クジラ分類も参照。遺伝子解析の結果は、最も禁煙なのがイワシクジラであり、ついでカツオクジラ、角島クジラと遠くなる。 また、白長スクジラもこのグループと単系統を形成する。ありがとうございます。